わりないってことはちゃんとさえずってしっかり食べてうんちもしっかりしてるってことですね。うんちは30個ぐらい出ます、はい、はい、じゃあガイちゃんちょっと触らせてもらいますね。よいしょ。60の1本だ。あ、そうか。あの、抗寄生虫薬はもうじき1ヶ月なんでつけさせてもらいますね。はい、じゃあもう寄生虫薬でお願いします。え、そうじゃなくて可愛いなくしてくれれば素晴らしいですよね。そうですね。うん、でも体重が増えたなって思うのは気になるところでも。いや、増えていいっすよ。うん、31。またさ、申し訳ないけど、また駐車場が危ないときに来るから、うんうん、蓄えといてもらった方がいい。うん、だから、まあ、増える分にはそう気にしてください。さ、35とか40になったらそれはちょっとダメだけど。お腹が膨らんでない増え方なら大丈夫ってことですかね。そういう、おっしゃる通り、うん。お腹が膨らんで増えてくるようではちょっとまずいんですけどね。でもなんとかさ、ステロイドなしでその、要は心臓とかさ、肝臓とかの機能を高める薬、腎臓か、そこら辺でコントロールできてるのはすごいですよね。で、あと今この間から抗生剤も外してるんだよ。そうですね、前回からね。はい、前回からだから今回ももう抗生剤はなしでいきますんでね。ごめんなさい、温度朝一で何度ぐらいあります？温度、朝一で26ぐらいいます。じゃあ26から30ぐらいのところに暮らしてるんですかね。はい、からお家での体重は？お家の体重は朝がだいたい 30g で、夜測ると30から 31g って感じです。じゃあ今31ですよね。で、A は今2回ですよね。そうですね。で、B は1回。はい、じゃあお薬ね、ご用意しますんでね。はい、長さこれ前回からバイトじゃないからね。朝一番で26度あるってことは相当暖かくしてますよね。そうですね。なんだろう、サーモの設定温度をちょっと高めにしてるからかな。それってライトですか？床暖です？なんか多分爬虫類とかの上にやるパネルヒーター。上にあるパネルヒーター。
下からダントツって名前のパネルヒーター、その下からじゃなくて上からやるやつ、はい、とあとあのひよこ豆の、はい、あのよくあるあーオンキみたいな、この季節が一番体調崩しやすいから、ね、人間もそうだけど、昼間が結構暖かくなって朝方冷えるから、そうですね、また今日がちょっと寒くなりそうですね、今日ちょっと冷たいですね、風が、うん、はい、じゃあ今お作りしますね、ちょっと待ってください。Thank you.